ように先ほど午後2時46分ごろ東北地方で震度7の非常に強い地震がありました。ご覧いただいているのはお台場の方向ですね。かなり黒い煙が上がっています。お台場フジテレビの後ろの方ですけれども、かなり黒い煙が黒煙が上がっています、火事が起きているんでしょうか。東京では23区では震度5強を観測しましたけれども、ご覧のように、東京都内黒煙が上がっています。フジテレビの局舎の建物の裏側ですね、クレーンのようなものも見えますが、息子の位置関係はここからでははっきりとは分かりません。黒い煙が上がっています。現在気象庁は宮城県、岩手県、福島県に大津波警報を発表しています。宮城県では最大6メートルの大津波があるとしています。ご覧いただいておりますように、震度5強を観測した東京都内では黒煙がもうもうと上がっています。かなりの勢いで上がっているように見えますね。手前にレインボーブリッジが見えます。お台場の様子を今ご覧いただいています。黒い煙が上がっています。気象庁によりますと、震源は三陸沖、震源の深さはおよそ10キロ。また東名高速でも東京と大井松田間で通行止めです。中央道、関越道、東北道、常磐道などでも一部区間で通行止めとなっています。また空の便です。全日空と日本航空によりますと、羽田空港では一時滑走路を閉鎖して被害の確認を行っていましたが、2本の滑走路の安全が確認されたため、到着便については順次着陸しているということです。また仙台空港では滑走路に亀裂が確認されたということで、滑走路を閉鎖しているということです。そして午後3時現在の地震によるライフラインへの影響をお伝えします。東京電力、東京ガスは現在地震による被害状況を確認中。